社長の方が少しスケジュールが長引いておりまして、もう30分ほどお待ちいただけますでしょうかあ、はい、わかりました。最終面接ですのにご迷惑をおかけします。ああ、いえいえ、大丈夫ですよ。では、後ほど、失礼します。そっか、30分って結構長いな。ずっとこんなガラス張りの部屋で待ってないといけないのか。社長だから忙しいのかなうふふ、<笑><笑>我が社の最終面接はもう始まっている。ズバリ、忍耐力試験だ。最終面接だというのに、急遽社長の都合で30分も待たされる。この状況で彼がイライラするような態度だったり、うなだれたり、この待遇に不満そうな表情をしようものなら、それが彼の限界だ。 どんな状況だとしても、どこまでも最終面接の直前だ。姿勢正しく、社会人らしく振る舞うのは常識だろう。さあ、彼の本性を見てみよう。彼から見たら普通のガラスの壁でも、こちらからは相手が丸見えという、いわゆるマジックミラーですね。彼はいい人材なんだろはい、私が責任を持って最終面接まで通過させました。彼は1万人に1人の人材でございます。うむ期待してみてよ。はあ、しかしやることないな。時間あるし、なんか壁が鏡になってるから、ちょっとだけカンナムスタイルで戻るか。ん <laughs> <laughs> な、何をしてるんだ、彼は。いえ、私もわかりません。おっぱカンナムスタイル。お、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 んお、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  I'm a perfect human. パーフェクトヒューマン踊ってる。こいつ、永田敦彦のパーフェクトヒューマン踊ってるんやけど、最終面接前に。は毛、げ毛、な毛、は毛、げ毛、な毛、はなげ,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 げ !I'm a perfect human! ふぅ、すっきりした。これで気持ちよく最終面接に臨めるぞ。終わった。大失態だ。何してんだ彼は一体。彼を推薦した俺の信用が総崩れだ。合格だ。合格なんかい毎日投稿します。ぜひ、チャンネル登録してね。